僕が新入社員だった時、一人立ちするまでは先輩が一緒について歩いて教えてくれます。しかしちょうどその時は先輩が席を外している時のことでした。すいません、乗り越してきたので清算してもらえますか。かしこまりました。まだまだ見習い中の僕はノートを確認して計算をしました。ですと、生産2210円ですね。え、本当に合ってんの。あー、はい、こちらの料金になりますね。なんか前もっと安かった気がするけどね。見習い中の僕は本当に合っているのかと自信がなくなり考え込んでしまいました。それがまさかこんなことになるとは。ちょっとはっきりしてくれないですかね。早く。わかんないの。あなた新人でしょ。それだったらね、上の人呼んでくれないですか。早く上の人を呼んでください。あなた新人でしょうね。上の人を呼んでくださいと言ってるんです。はっきりしてください。これで合ってるんですか。本当に合ってるなら払いますけど、上の人呼んでください。もしわからないなら、新人のあなたわからないなら上の人呼んでください。あ、申し訳ございません。何も言い返せなかったその時でした。あ、申し訳ございません。塗り越してこられたお客様ですか。そうなんです。なんかわかんないとか言ってるんですよ、この新人が。あ、それは申し訳ございませんでした。ちょっとお待ちくださいね。俺の計算よ、頼むから会っていてくれ。そう思っていました。ですとこちらで会ってますね。あ、そうなの。会ってた。そうですね、乗車券は打ち切りの計算になっておりまして、特急券は乗った駅からここまでの分と券面に書いてある金額の分引いた額になっておりますので、お願いいたします。あ、はい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 、払います払います。おい、お前会ってんだから自信持てよ。お前が不安だとお客さんも不安になっちゃうだろ。もし間違ってたとしても堂々と行け。後で謝りゃいいんだよ。そんな。ありがとうございます。自分の自信のなさがお客様に伝わるとは思いませんでした。先輩のおかげで胸張って仕事ができるようになりました。